Stop it. Get some help. ああ。恐ろしいところを見せたな。いや、そんな。だから言ったの気をつけろ。そんな。Emotional damage。今日はですね、ゆうきさんが世界ランク8で、最新のフィールドである塩化ナミヤまで解放済みということで、はい、今日はですね、まあここ最近登場したボスアビサルビシャップに2人で挑んでいきたいと思います。はい、ゆうきさんもこれすでにもちろん倒されて、あ、はい、ね、何回か一応なんかこうやって新しいのはとりあえず倒しとこうかなみたいな、まあ、分かりますけどね、まあ、そのチームの組み方いろいろあるそうなんですけれども、はい、はい、戦闘中にフィールド内にある石柱にアビサルビシャップがよじ登ることがあり、その時に石柱を破壊するとダウンが狙えるということで、石柱石柱を素早く壊せる両手剣キャラや岩元素攻撃のできるキャラがいると、まあ、いいとされているということですけどね、はい、元素エネルギーを減らす、浄魔放射を打ってくるので、はい、要注意、はい、浄魔放射っていうんですね、はい、あれはシールドも貫通するそうなのでね、うん、回避を頑張ってしていきましょうということなんですけれども、はい、まあ、じゃあやってみましょうか。我々2人で頑張ります、ね、じゃあちょっとアビサルビシャップの方に挑戦していきたいと思います。はい、はい、ということで、はい、塩化ナミヤの結城さんおすすめのスポットに立っております。いや、ここ多分皆さんいらした時に綺麗ってなったんじゃないかと。光ってるよ、しかも綺麗。次はどこに行くんだ。本当にすげー、あまりにも美しい。いい湯の名所を巡りたいな。いや、本当にここめちゃくちゃ俺は心奪われるわ。スポットなんですよ、綺麗なんですよ。綺麗、全然関係ないんですけど、スポットにあのこの勝利先生と奈々ちゃんの後ろ姿かわいい身長差がいいよ。かわいいよ、かわいいかわいい、超かわいい。さっきあの勝利先生が隕石を回してる、あの大気モーションで隕石回したじゃないですか、あの時にあの奈々ちゃんに風が吹いてわーってなってて、隕石に襲われてるめちゃめちゃかわいい、わーかわいかったんで、いい、ね、ぜひ並べてほしい、はい、皆さんもねお気に入りの場所を探してね、たくさんスクショとか撮ってみてください、ね、ください。さあ、じゃあ行きましょうか。はい、アビサルビシャップに、どこだ、真ん中のとこだよね。はい、ここか。私ナナちゃんの装備大丈夫かな。大丈夫、一回見とく。全然全然、一回見ときますね。ゆっくりやろう。何ついてる、大丈夫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 です、大丈夫です。え、待って、ディルックのが心配。ディルックとナナちゃんで、はい、今日はディルックとナナちゃんで、大丈夫大丈夫でした、大丈夫でした。じゃあ行くか。はい、頑張ります。頑張ろう、行くぞ行くぞ。アビサルビシャップ、アビサルビシャップくそ、ここ落下気をつけないとね。最初はここで私タルタリアを、タルタリアを犠牲にしてしまった。いくぞ。あかわいい。恐ろしいところを見せたな。いや、そんな。だから言ったの気をつけろ。そんな、このここで事故ったじゃないか、いきなり事故、大事故じゃないか。ここから行きます。あ、いやだ、ここに、ここに立ちたくない。はい、砕け散れ。いやー、いざ難攻不落。いやー、ちょっと勝利先生、もういい、やったー、えいえい。あ、お腹柔らかそうで、リシャップの動きのわめきなさい。やっ、ふい、ちょっと回復したらいい。ジャッジメント。さあ、いけ、それ削るぞ。うわうわ、近いよ、お前。隙あり。あ、やめてください、やめてください、ビリビリしないでください、落ち着いて、お疲れ、何卒落ち着かれよ。ここにある。ありがてえ、だいぶ回復もらえますね。あ、そうか、奈々ちゃんもっと使えばよかったです。いや、だいぶ助かった。目には目をよ。奈々ちゃん、でもこいつ日本かも。さあ、これあれ、あ、やったー、ガンザン発よし、やったやった。ちょっと落下事故がありましたけど、冒頭落下事故が。皆さんもあそこ気をつけましょうね。笑っていこう。あそこでね、普段着地するんですけど、ちょっとぼーっとしてたら。どうかな。あ、岩元素ダメージの水筒出ましたよ。あ、本当。やったね。いいな。あ、会心だ、ね。会心だ。この偽ひれがね、
進化が必要な素材なんでね。ひでひでちゃん、はいはい、中国って今日はアビサルビシャップと戦ってみました。皆さんもあの落下の際はご注意ください